はい、こんにちは。今回は年収850万円を超える方の給与所得控除額の注意点について紹介をしたいと思います。2020年の税制改正で少し変更がありましたので、その点確認をしていきたいと思います。なお 今回の動画に関連するですね、年収103万円の仕組みであるとか、所得税の基本的な課税の流れとか、こういったものすでに動画でアップしておりますので、また内容欄にも貼っておきますので、ぜひ合わせてご確認ください、えー。それとチャンネル登録もしていただきますと大変嬉しいです。 はい。それでは今回、所得税という税金の話になりますので、ちょっと基本的なところを確認しますと、そもそも所得というのはですね、原則収入から必要経費を引いたものということになります。ただし、会社員の方は、給与所得という位置づけになりまして、まあ、領収書とか全部集めてですね、必要経費を算出するというより、こういった給与所得向上額というのが、まあ、必要経費の代わりのような位置づけとして、あらかじめ定めてありますので、こちらを引くことによって、 給与所得を算出していくと、それから所得税とか住民税の金額を出していくという流れになります。で今回、この給与所得控除額が1つポイントになりますので、えー、少し確認をしていきたいと思いますが、こちらですね、こちらが給与所得控除額の表になっています。いくら収入が少なくてもですね、少なくとも55万は引いていいですよと。で以降、年収に応じてですね、こういった形で計算式が用意されていると。 そして今回のポイント、850万を超える人は、ですね実は一律なんですね、もう上限ということで、一律195万というふうに定められていると。ということは、900万でも950万でも1000万でもです、ね、控除額っていうのは同じ金額なので、中にはですねちょっとこの控除額が少ないというふうに感じる方も出てくるかと思います。そこで一定の要件を満たした方については、少しだけ上乗せしますよと。 850万円を超える部分の10%を上乗せしていいですよと。ちょっと1000万円を超えた場合はですね、ちょっと1000万円というのが一つの節目にはなるんですけれども、10%を給与所得控除額に上乗せしていきますよと。ちょっとこの後具体的に見ていきたいと思いますが、まず一定の要件というのは何なのかと言いますと、本人が特別障害者に該当すると。もしくは配偶者とか扶養親族が特別障害者に該当すると。そして、 あるいはですね、年齢が23歳未満の扶養親族を有するということなので、ですので、まあ子育て世代とかって言われたりするんですけれども、小さいお子さんであるとか、高校生とか大学生とか、こういった扶養親族がいる方っていうのはちょっと大変ですよね。学費とか子育てにかかるお金で。ということもありまして、もちろん障害者の方も、こういったいろいろと大変な部分があるので、給与所得控除額をちょっと上乗せしてあげますよという配慮が行われているということです。 はい、では具体的な計算例を見ていきたいと思いますが、1100万円の方ですねで。1000万円を超える場合は1000万となりますので,で、ここを見てください。1000万円で計算をしていきましょう。850万円を超える部分ということなので、引き算をします。すると150万円になりますので、でこの150万円の10%、つまり15万円が、給与所得控除額として上乗せされるということですね。 はい。ではもう一度思い出してください。ここです。850万円を超える場合は、195万円というふうにもう固定になっているので、みんな一律になってしまうと。ただ、一定の要件を満たした人だけ、今のように計算をして、少しだけ控除額をお乗せしてあげますよと。今回の場合は210万円になりますと。当然、控除額が多くなればですね、えー、差し引けるわけなので、その分、税金の負担が軽減されるという格好になります。はい。 なお、会社員の方は年末調整で税金の価格を調整をしていきますので、この年末調整と用紙ですね、こちらも変更になっております。2020年より、この所得金額調整控除申告書という欄が設けられておりますので、この用紙ですね、期、えー、配、はい、書って書いてあるこの用紙です。こちらの、ここの欄に、例えば、 小さくて見えにくいですけど、あなたが特別障害者だったら、ここにチェックしてくださいねとか、それから子育て世代の場合は、ですねこちらにチェックしてくださいねという欄があってで、扶養しているお子様の名前とかを書くといったような形になっておりますので、ぜひ該当する方はこれを漏らすことなく、ですね記入の上手続きを行ってください。はい今回は850万円を超える方のですね給与所得控除額の改正点について紹介をいたしました。以上です ご視聴ありがとうございます。